いやあのねいやアンジュ好き。いやアンジュめっちゃかっこよかったんやけど。今まで何も意識してなかった恋がときポジションの人よくよく観察してたらいいところしか見つけられなくて逆にこっちが好きになっちゃうパターンのやつや。あなたもやろう。古嘘で。ここからはリスナー君と私の時間だね。めっちゃまだいる。B だね。うんうん。よ。あ、よ。なんだよ。よじゃないが。あ、よ。よ、元気。元気で。いいじゃん。え、私が今回パーティー作っていい？そうやね、誘ってもらえれば。オッケーオッケー。はい、送ったよ。ありがとうございます。なんだよ、なんでだよ。なんか、アンジュさ、うん、今回なんか絶対負けたくない相手みたいな時、勝ちたい相手か、うん、佐々木作になってきると、なんで？いや、なんか、なんか、はい、え、なんか普通に、え、なんとなく、やばいやばいやばい。んだ、あ、待って待って待って、私何か忘れてる？これで？これで？なんか、行かなきゃだよね、っていうか。いや、あ、まだ、ね、か。そう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 、もう一回呼びかけきたら。ああ、なるほどね。なるほどね。なるほどね。楽しい。なんか、そう。今日はリゼがいなくて、あ、そう、残念だったね。いや、全然、全然そんなことは。あ、そう。全然、あれ？本番でも私、佐々木さんとやるよね。あ、画面共有しなきゃ。ああ、やべやべ。やったわ。えらい。最近なんか、はい、どうすか。なんかほ、そういえばなんかスラック送ってきたよね。そう、ちょっと間違えちゃって完全にね、あの猫のやつ、そうそうそう。全く分かんなかったやつ。自分もアンジュがなんか返信してくれたのにさ、うん、ちょっとなんて返信していいのか分かんなくて、そのまま返信返さず終わってしまった。ああ、いや全然なんか嫌な気持ちにならなかったから。よかった。やばい、なんで。なんだ。嫌じゃなかった？いや全然全然全然、いや、なんかそう、可愛いかなんか送ったじゃない。送った。そう、だから、あ、嫌かなと思ってちょっと気にしてた。いや、嫌じゃなかった。やばいやばい。え、最近、え、お、最近何、どんな配信してる？最近は、うん、え、どんな配信